マラッキョウは、ヒガンバナカネギ族の多年草。ニラの匂いは弱い。陶器には、地上部は枯れて、姿を消し、地下の林形だけが越冬する。地下の林形は強乱形で、長さ2から3センチメートルになり、外皮は、開白色で、時に古い外皮は、繊維状に残る。葉は、春に3から5個が根室状に出て、 長さ20から50センチメートル、幅2から5ミリメートルになり、高線形で、断面は、ドン三角形で中は、中空、下部は、幼少となる。下記は9から11月。家計は高さ30から60センチメートルになり、茎先に多数の花が、多場星子、計3から4センチメートルの球状の3型花樹になる。花柄は、 長さ10から15ミリメートルになり、同族のラッキョウ年世と比べると、花柄は短く、花序は混み合って見える。花皮片は、理性し、6個あって平ら開けせず、高視色をし、楕円型から超楕円型で、長さ5から6ミリメートルになる。湯水は6個あり、花糸は、花より著しく長く突出し、花糸基部に、死がはあるが、ラッキョウほど大きくはない。 薬も紫色になる。花中も細長く花から突き出る。脂肪は貝で産出あり、花後、等神経の果てとなる。果ては計5ミリメートルになり、産業あってほどセレッカイし、種子は黒色になる。日本では本州、四国、九州に分布し、産地の草原に生育する。世界では朝鮮半島、中国大陸、台湾に分布する。 和名山らっきょうは、山から急の井で、山に生えるラッキョウの意味である。種商名サンベエルギーは、スウェーデンの植物学者、カールツンベルクへの懸命。地上部が枯れる前に林茎を掘り起こし、きれいに水洗いし、軽く茹でて、甘酢、酢味噌で食べる。春から秋までの柔らかい葉は、天ぷら、油炒め、麺類の薬味にする。ありがとうございます。